秘宝、木村拓哉さん、本当に170センチ、歩かないかくらいだった。YouTube の木村拓哉チャンネルより、左端が木村、一人置いて右端がゲストの藤森慎吾、サーフィン会なので全員裸足。たまたま砂浜のくぼみに立っているだけなんだよね。藤森慎吾の身長は169センチ。藤森もこんな小さかったんか。牧もだけど藤森慎吾もそんな小さかったんやら。176あるなら藤森が小さく見えないとおかしいよな。キムタクより背高い人がみんな後ろに立ってるよな。あれ芸能界の掟なんだよな。やっぱりどう考えても176はないよな。とっ捕まえて身長計に乗せたい。粗品あたりやってくれんかな。二度とどっちがマシなんや。ブラックペア見てるとあまりにも身長差しすぎてな。タヌカナロンだと芸人権ないな。お前らキムタクが出てるドラマ見てに、あの手この手でキムタクの身長がわからないように工夫されてるから楽しいぞ。もうモテるモテないで生きる年でもないんだら、チビをネタにするくらいの度量を見せたらええのに。ご視聴ありがとうございました。映画、ドラマを中心に毎日投稿しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。